久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。ゴールデンクリーム1年ぶりぐらいになっちゃいますかね。そんなことない。スライスが強い。スライス強いですね。もう、あ、やばいと思ったらもうとんでもなく見入ってます。アイアンはどんな感じなんですか。アイアンですか。アイアンはですね、最近ちょっとスイング変えたんですよ。ほう。それ見てもらっていいですか。あ、じゃあそれ行きましょう。はい、OK、はい、です。先生笑ってた今。まず、はい、勝つためには、はい、トップにいちゃうじゃないですか、はい、ドライバーとアイアンがこう統一されてきてるので、はい、いいんですけれども、はい、手元の位置が体と近すぎちゃうんですよ。手元の位置が体と近すぎる、はい、こういうことですか。要はあの上手な選手で手元 と、体の距離が近い選手って少ないんですよ。どちらかというと、じゃあ僕はちょっと再現すると、はい、こう構えて、はい、コアテツ選手とコーズ選手、ちょっと違いますよね。あ、全然違う。で、遠く投げるとここまでしかいかないんですけども、近く投げようとするとどこまでも行っちゃうんですよね。あ、なるほど。なので小さいスイングでもこうある程度こう距離が稼げるのっていうのは捻転差って言われている言葉があるように、はい、できれば今までのベースは大事にして、はい、手元をちょっと遠くなりください。遠くに、はい、で仮にそれがここまでしかいかなくても全然いいです、はい、で力まずに必ず遠くに投げて遠くに振ってあげる。おー、なるほど。遠くに上げる、はい、遠くに上げる。で、遠くに投げようとして力むこともなく、はい、遠くに。あ、 OK、 なるほど。体は回しやすいですね。逆にこっちの方が、ま、回さないとあげないと思います。そうですね、うん、回しやすい。あ、なるほど。なので僕のトップでもすごい浅いく見えると思うんですけれども、でも体をしっかりねじってるんですよね。手で上げてないというか。そしてね、今のこの肉がもうまっすぐなんですよ。そっちですよ。わー、マジか。それだけで大丈夫。それだけで大丈夫。それだけで大丈夫。うん、それだけで大丈夫。はい、いただきました。だけで大丈夫。遠くに上げましょう。遠くにね。なるほど。これもすごいわ。あと遠くに上げるとこのオーバースイング防げますね。だと思います。あのクロス、はい、僕結構クロスになりますよね。それもともとの癖なのでですよね、うん、これクロスになってるのかな。まあクロスっていう概念ちょっと難しいんですけれども、はい、なんて言うんだろう。僕のこの理想のスイングって僕の中ではここにあってほしいんですよ。このちょっと出てでもこれでもこれよくあのタイガーズの昔のスイングクロスって言われてるんですけども、そう、はい、こう上げてきてこう上げてきてこうやって冷凍庫に見えますよね、はい、でこれグルグルグルと回っていくと、あ、そういうことか。ちょっとクロスに見えますよね。だ手だけで上げてクロスは良くないんですけども、あまりこうクロスが絶対ダメってわけじゃなくて、ちゃんと体がグッと回って腕を使ってないクロスだったらあり。おお、なるほど。僕はどっちかというと腕を使うのね、そうね。なので今こう遠くに上げて意識で仮に動画を撮った時にクロスに見えたとしてもそれは全然問題ないんですよ。あ、なるほど。じゃあクロスが必ずしもダメなわけじゃないってことですね、はい、体が回ってるよ今遠くに。当たり方って絶対安定すると思いますよ。当たり方が全然違う。ただその遠くに投げるっていう意識だと、遠くって少し強い言葉なんで、はい、ス
力みにつながりやすいんですよ。あ、なるほど。なんで超ワンクッション打たないんですか。力みがないでは大丈夫ですよとか。あ、そういうことか。遠くとか深くとかちょっと強くなりません。なるほど。力が逆にその遠くに上げた方がなんか抑えられるし、戻ってくるまでがすごい楽というか、ここまで行っちゃうと、僕みたいになると、いつもなんか不安定なんですよね、ここが。いつもちゃんと体が戻ってくれば、ちゃんと当たるけど、あ、ちょっと、あ、早い早い、あ、遅いとかだと、やっぱりぐちゃぐちゃになっちゃう。いろんなところにボールが行くのかなって思って。少ないモーションで。ペシッと。わー、これ強く、ゴルフ界の井上尚弥になれるように。ジャブを当ててね。ジャブを当てて。フェイント入れて。いや、これはマジでちょっと安定する。安定しそうな気がします、これだいぶ。最近ちょっと僕、ゴルフやってないんで、ちょっと短く握ろうかなっていうのも考えたんです。全然ありですよ、それも。そっちの方が、むしろちゃんと、ね、あの当たるのかなっていう。はい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 。それありですね。ありですかね。遠くにあるよね。短く持って遠くにある。ちょっとこれもう一回打ってこれで終わりにしたい。終盤でまさかのトップだったんです。これで終わり。力まないとこですよ。力まないけどけれども。はい。いつも通り。大きく。大きく。これだ。あ、完璧。いい。完璧だ。完璧っすね。キャリーが120。アベレージ90切ってもらわないと。アベレージ90か。でもこうやって多分絶対できますよね。そうっすね。あの安定、そう、安定する打ち方かもしれないですね。でもダボはないみたいな。ん？ダボしない。ダボしない。ダボしない。これ。あ、そうですね、うん。この打ち方は確かに本当に安定するかもしれないですね。あと、ね、前半でやったドライバーと、このアイアンがあれば。ピリにはならないんじゃないかな。これをちょっと武器に戦っていきますんで、ただ報告しに行きます。若干プレッシャーかかるかもしれないですけども、いや、今けどちょっとドライバーはね、なかなかちょっと練習する時間がぶっちゃけあんまりないんで、できるかどうかわからないですけど、アイアンはすぐ取り入れられそうなので、ちょっと短く持って遠くに上げてちょっとやっていこうかなと。ドライバーさえ、まあ、運転しちゃえばなんかいける気がします。ドライバーも14回しかかからない。そうなんですよね。14回中成功すれば。そうなんですよね。ちょっと T はいつも高めにしてください。高め、あれ低くして左に置きすぎちゃうとダフるんです。あ、なるほど、はい、ワンタッチどころかもうダフりダフる。これ今までよりも1個右、1個右 T 高め。了解です。ちょっとやってください。戦っていきます。はい、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。おー、たぎってるぜ、今日。ナイターでマンブリ。はい、マンブリナイターゴルフ。